はい。始まりました。倉田夏です。今回、モタ氏メッセージということで、モタさん、モタの開封動画系の開封動画さんにメッセージを、まあ、なんかいつか動画を上げる的な感じでコメントで言っちゃったんで、もうあげるわけにはいかないということで、今回動画を、上え、あげさせていただいております。まあ、チャンネル登録者、 10万人いったら顔出しする予定なんで、まあ、そちらの方、チャンネル登録バシバシ、よろしくお願いします。まあ、チャンネル登録者数10万人に行った頃には僕はおじいちゃんになってると思うんですけど、まあ今回はね、もたしに対してね、もたさんに対して、まあ、動画を撮ってるということで、私と同じ同士で動画を結構、あの、上げてて、まあまだチャンネル登録者数にいけたかな。で、まあバシバシちょっとチャンネル登録者、 すぐ増やしてあげたいんで、まあ、みんな登録してあげてほしいんですけど、もたしに対して、まあ、言いたいこととか、まあ、山ほどあるんで、それを全部、語っていきたいと思います。で、まず、もたしはなんか、なんか年齢が19歳って言ってたかな、なんかあの、ちょ、チャットのアプリ系の配信動画的な感じのやつで見たんですけど、まあ、それでちょっといまいちよくわかってないんですけど、もたしのことを。 まあでも開封動画詳しいですね。なんか視聴者は煽る系配信者だなと思って、まあ2、3個動画見たんですけど、なんか遊戯王の三言間の動画と、あとなんか開封動画、ブラックボックスの開封と、あとその出会い系のアプリ見たんですけど、まあモタシも気づいてるかわからないんですけど、再生回数一番多いのが、あの出会い系のチャットアプリ的な感じなんですよ。だから、モタシって基本的に、 あの、もう申し訳ないけど、自分でも気づいてるかもしんないけど、煽り系がすごい上手いから、煽るのが上手いから、明らかにゲーム実況向きですよ。どっちかっていうと、遊戯王の開封動画とか、そういうの向いてないっす。で、キャプチャーソフトって基本アマゾンで売ってるんですよ。なんか僕になんか、あの、どういう編集ソフト使ってますかって言ってたんですけど、編集ソフトって特に、 俺使ってなくて、あの、ま、アマゾンで買ったやつ使ってるんですけど、まあ、それを教えてもいいんですけど、別にあの、キャプチャーソフトってアマゾンで、あの、ググれば、ググればっていうか検索すれば普通に売ってるんですよ。で、それを使っていただいて、あの、キャプチャーソフトを買ってですね、プレイステーション4でも、まあ、ま、ニンテンドスイッチでもいいんですけど、自分の好きなゲームソフトを、例えば今だったら FF7、ファイナルファンタジー7とか実況した方が、 僕はいいと思います。モタ氏が超有名なスーパースターになると思いますね。なんか、煽るのがすっごい得ない、得意な人だったんで、なんか喋り方とかすごい上手いなとか思って聞いてました。はい。まあ、モタ氏がね、モタさんがね、あの、超有名になったら俺とコラボしてください。で、僕もまあ、陰キャなんで、あんまり陰キャの人に対してどうのこうのって、 ま、あ動画開けるのはちょっとどうかと、俺は思いますね。ま、あそれはそのキャラクターなんで、モタさんの、そのキャラクターが、その、陰キャーに対してどうのこうのとかいう感じで、生きりに関して、生きりと、みたいな感じの人たちに対してどうのこうのっていう風に言うのは、自分も、ま、あ陰キャだからっていうので言うのっていうのは、別に、それはネタ的にはいいと思うんですけど、あのー、なんか結構それって、飽きられちゃうところっていうのもあって、 飽きられるっていうか、まあ、なんうんだろう成功者になろうと思って成功しは、するはずだったんだけど、成功の路線界を脱線した人っているんですよ。愛の戦士っていう人はいるんですけど。だからまあ、俺的にはね、モタさんはね、普通にしてたら、普通に動画配信でゲーム実況してたら、すごい、まあ、編集とかしなくても、なんか実況とか上手そうだし、頭の回転俺よりも早いんで、喋りも結構上手いんで、 ま、絶対スーパースターに駆け上がると思いますね。まだ、再生回数も2桁か3桁。その出会い系が3桁ぐらい。で、チャンネル登録者も2桁ぐらいだけど。で、な、パチンコやってるんですかねなんか1円パチンコか4円パチンコかわかんないですけど、何のパチンコの、なんか、やつかわかんなかったんですけど、あのね、もしパチンコやってるんだったらやめた方がいいですね。今コロナの影響とかもあるし、まあ、コロナ関係なしにしたとしても、4円パチンコだと金、ね、 もったいないんで、1円にした方がいいです。まあ、1円もめんどくさいと思ったら、もう4円もやめて、1円もやめて、あのゲーム実況だけやってれば、絶対お金も入るし、まあ、リスナーとかも増えて、まあ、女の子とやりたい放題だと思うんで、まあ、僕はそっちをま、おすすめしますね。 まあ、つうことで、ね、クラタナツの本音を今回言わせていただいたんですけど、まあ、チャンネル登録者10万人で僕も顔を出そうと思ってるんで、もし、モタさんが良ければですけど、まあ、今はちょっとコラボ僕もしないですけど、最近忙しいんで、リアルが。まあね、もしなんだったらね、あの、モタさんのことチャンネル登録してくださいってことで、今回この動画で、まあ、一応、あのー、 下の、なんか、評価、評価っていうか、なんつうんだろう。あの、詳細の方に書いとくんで、まあ、別に、あの、別に有名人にならなくても、何でも、まあ、もし、気軽に言ってくれれば、まあ、コラボは、あの、リアルで会うことは、まあ、ほとんどないと思うけど、受け付けるんで、まあ、よろしくお願いします。まあ、もしね、えもたさんが有名人になった時には、まあ、僕のことを逆に救ってほしいと思ってるんで、じゃあ、よろしくお願いします。じゃあ、 クラダンツの動画でした。ご視聴ありがとうございました。